スバル、自動車、スバル、スバルは、株式会社スバル、旧、富士重工業が展開する自動車製造部門、航空機製造部門のブランド名及び称号である。スバルは、太平洋戦争までの航空機メーカーである、中島飛行機を源流に持ち、創業機に、も瀬進六をはじめとする、元航空技術者たちが自動車開発に携わって、来たという歴史から、 航空機に通じる機能性、合理性優先で、規制概念にとらわれないユニークなメカニズムを特徴とする自動車を多く送り出してきた。特に走行性能に特化した技術志向が強く、四輪駆動車と水平対抗エンジンはスバルの技術の特徴となっている。そのため、スバルというブランドをこよなく愛するスバリストと呼ばれる熱心なファも少なくない。近年、 北米市場でアクロ走破性と衝突安全性の面からスバルの評価が高く販売台数を急速に伸ばしているがスバルは年間販売台数が100万台未満の国内大手自動車発車中で最小の自動車名で著しく国内生産比率が高いこともあり北米市場で工場的な供給不足が続いている北米市場における供給不足と 技術志向の高性能プレミアムイメージによる車体販売価格の高値水によ、スバルの営業利益率は高級ブランド BMW を超える13%を記録している。2014年には累計国内生産台数が2000万台を突破した。安全性に関し、日本では自動車事故対策機構からインプレッサスポーツ G4 及びスバル。 XV が2016年度自動車アセスメント衝突安全性能評価対象を北米では米国道路安全保険協会から2017年型インプレッサが2017年安全評価で最高評価トップセーフティピック TSP を受けている2018年現在国内主要自動車メーカーで軽自動車、商用車、OEM 車を除く 国内販売の現行車種が全て3ナンバー車種である唯一の自動車メーカーである。その初期の製品は航空機開発によって培われたデザインポリシーにより軽量かつ操縦性に優れスペースユーティリティをも満たした高度な設計がなされ市場をリードした。1954年昭和29年に試作されたスバル1500では日本製乗用車として 初のフルモノコック構造を採用している。1958年、昭和33年発売のスバル360は、国民車構想の内容に近い水準の自動車を、高度な技術で具現化したもので、大人4人が乗れる初めての軽自動車、高輪駆動リアエンジンリアライブ方式として、日本人にとって自動車を身近なものにした。 1966年、昭和41年発売のスバル線では、縦置き水平対向エンジンによる前輪駆動レイアウトを採用し、以後、四輪駆動車を含む現行主力モデルに至るまで、これを踏襲している。またこのスバル線では、前輪駆動車にとっての重要部品である、等速ジョイントの完成形、ダブルオフセットジョイント、d o j を東洋ベアリング、現、NTN と、 共同で開発、同社の成功の要因となり、1970年代から本格化した小型車の全輪駆動化の世界的な潮流に先鞭をつけた。スバル初の四輪駆動車は、1972年のレオーネエステート版 1404WD で本格的な量産ラインで生産される自動車としては、世界初の四輪駆動乗用車となった。 自動車の運動性能にもたらす四輪駆動の効果に世界が注目する端緒となったドイツのアウディクワトロの発売は1980年であり、富士重工業は四輪駆動乗用車開発、生産の経験ではアウディオも回る。そのため、四輪駆動システムについても、その初期から様々な試みがなされており、世界の自動車メーカーのベンチマークとなっている技術も数多い。 レオーネの四輪駆動車は一般的なセダンワゴンの外見でありながら優れた悪路走破性を持つ独自のキャラクターが公設地域のユーザーなどから高い評価を得た。1980年代からはよりオンロー度色が強まり後継のレカシーやインプレッサではさらに顕著になった。2014年現在軽自動車を含む全車種 BRZ を除くに四輪駆動が 展開されているが、特に、レガシー、ホレスター、レボーグ、VA 型 WRX は、全モデルが四輪駆動である。四輪駆動の技術を活かし、アウトドアをたしなむ社員の視点から、レオーネ、レガシーツーリングワゴンのような四輪、駆動ステーションワゴンや、レガシーアウトバック、ホレスターのようなクロスオーバー SUV といった、新規マーケットを開拓した。 1989年10月発売のレガシーツーリングワゴン GT はハイパワー 4WD ワゴンというキャラクターが市場に受け筆した。社団法人自動車技術会の委員会が後世に語り継ぐべき特徴を持つ個実として選定した日本の自動車技術240選の中でスバルレオーネ 4WD 版とセダンがそれぞれ選ばれている。1981年 後リン動用トランスファーに世界で初めて流体式の電磁式油圧タバンクラッチを実用化したフルタイムオードオートマチックを発売。また、この電磁式油圧タバンクラッチを発展させ、前後不当、可変トルク配分とエンジン出力制御、ABS との統合制御による高度なアクティブ、セーフティ技術である車両制御システム VDC、BL ダイナミクスコントロールシステム、 横滑り防止機構も実用化している。この VDC はすでに実用化されている自動運転支援システム ADA、アクティブドライビングアシストや防衛関連事業で培った高度なボット技術との統合制御による完全自立運転システムへの発展が期待され、研究が続けられている。なお、2008年6月、この ADA から全社との社間計測のために、 備えていたミリ波レーダーを廃して2台の CCD ステレオカメラで車両周辺の状況を解析判断。車両制御技術としては世界初となる車速が時速 15km 以下でのプリクラッシュブレーキ制御や障害物検知、さらに全車速追従型クルーズコントロールなどの機能を備えた iSight iSight イイイイシステム搭載車を発売。 従来の安全技術などと比べ高機能ながら割安で戦略的な価格設定であった。その後アイサイトは2017年現在でバージョン3にまで進化し、とりわけバージョン2以降は市場の認知も広がり他社名からの乗り換え需要をも取り込み爆発的な人気を博した。その後他社からも衝突被害軽減ブレーキ搭載車種が増えるなど ASV 広市の起爆剤となっているが、ナスバ公式発表映像においても衝突回避の可否において、アイサイトと他社製品との運営の差を見せつけるなど、性能の高さを実証した。2010年現在広く使われているスチールベルト式無断変速機をジャスティ向けに日本で初めて導入、改良して、イケイトの名で量産したオランダ VDT 社と共同開発。 小排機両車向けのみが、同社車種及びイタリアフィアット車のプンとパンダに搭載された。CVT の技術は、その後実三自動車にライセンスされ、日本メーカー各社が主に、コンパクトカーなどに採用している、ジアトコ車製、ハイパー CVT のベースとなったと言われている。スバルの CVT 搭載車は2009年頃までは、軽自動車のみであったが、2009年当時、 サンバーを除く、全系自動車に搭載し、CVT を採用するメーカーの代表格となっていた。2009年5月20日に、レガシー、レガシーアウトバックにもチェーン式のバリエーター、主変速機機構を採用した、リニアトロニックという CVT を新たに設定した。同年9月2日に改良された XC のなエンジン搭載車の上級グレードにも設定された。 九段通りの日本の自動車技術240線の変速機、駆動系部門の中でスバルジャスティのイケイトが選ばれている。現行の主力モデルでは水平対向エンジンを車体前方に縦置き搭載して四輪を駆動するシンメトリカルオード、シンメトリカルオード構造を特徴としている。水平対向エンジンはかつてはトヨタ社にも 採用車種があるほど普及したエンジン形式だったが、他形式と共用できる部品が少ないことから徐々に採用メーカーが減り、2017年現在、量産型の乗用車用エンジンとしては、スバル、旧、富士重工業とポルシェしか採用していない。また、フルタイム四輪駆動機構を展開する自動車メーカーとしては、ドイツのアウデ等が有名であるが、前置き水平対向エンジンとフルタイムオードの 双方を組み合わせたパッケージングを展開するのは世界でスバるのみとなっている。水平対向エンジンはクランクシャフトを軸にピストンを180度開いた位置に配置しているため直列エンジンや V 型エンジンに比べ重心位置が低い。また、向かい合うピストンがお互いの完成力を打ち消し合うようにそれぞれ外に振り出されるため本質的に 直列エンジンより回転バランスに優れる。パッシブセーフティ、受動安全性の面からも、全面衝突時に、エンジンがダッシュパネル下に潜り込むような形になるため、エンジンがキャビンを変形させる確率が低く、フロントのクラッシュストロークを長く取れる利点がある。電気自動車、EV の開発については、1960年代後半に、 国産メーカー各社の開発競争があり、1971年、第18回東京モーターショーに、スバル FF-1300G 版をベースに、ソニー製燃料電池を採用し、スバルエレクトロワゴン X-1 を参考出品している。その後、あまり目立った動きはなかったが、突如2002年5月、NEC と富士重工業との共同出資による合弁で、 NEC ラミリオンエナジーを設立し、自動車用マンガン系リチウム4組電池の開発開始を発表した。2005年6月、東京電力と共同開発による軽自動車 R1 をベースにした EVR1E、e、を公開、すでに2007年春から納入を開始した。2009年6月4日には電気自動車プラグインステラを発表。 同年7月より2年間400台限定でリースの納入を開始。軽自動車から撤退とともに生産中止し、トヨタと共同開発するハイブリッドカー、HV に注力。2013年、初の HV、XV ハイブリッドを発売。2015年にはインプレッサスポーツハイブリッドを投入した。ハイブリッドシステムは2リットル水平対向エンジンに CVT、 1>, 1モーター、パナソニック製 0.6kWh ニッケル、水素充電池を組み合わせた独自のもの。下級機、ターボチャージャーによらず、動力性能の向上と環境性能との両立を施行している。同一車種の冷え1分仕様と比べ、燃費が JC08 モードで3割程度向上しているが、自動車雑誌による評価では、実際の道路状況下における燃費の向上は、 限定的で、むしろ走りの良さであったり 4WD 設定がある HV であることが美点とされた。また、2005年に開発を発表した水平対抗ディーゼルエンジンが2007年3月、スイスジュネーブモーターショーで公開され、2008年3月、ドイツを皮切りに、順次 EU 各国とオーストラリア向けて発売が開始された。世界初の水平対抗4機筒。 ターボディーゼルエンジンは EE20 型と名付けられ、DOHC16 バルブヘッドのほか、1800、気圧の噴射圧を持つ伝送製、コモンデールインジェクター、IHI 製可変ノズルターボを装備、1998cc の排気量から、最高出力 150PS、3600rpm、最大トルク 35.7kgm、1800rpm を発揮。 CO2 排出量も1 4 8グラム、キロメートルと現代的なディーゼルふさわしい性能であるが、排ガス値は発表当初、ユーロ4適合に止まり、より排出ガス規制、特に NOX の厳しい日本や北米市場への導入は行われていない。発表当初の予定では、これらの市場へは2010年までの導入を目指していた模様であり、事実。 2015年にはユーロ6ビットに適合させたものの国内に関しては導入時期の延期及び搭載予定車種が数度表されるに止まっていたしかし2017年9月欧州での販売不振を主因としてディーゼル車の製造販売から2020年度をめどに撤退の方針とする報道がなされたなおこの EE20 型エンジンは2009年平成21年に 第6回新機械振興賞、機械振興協会会長賞を受賞している。モータースポーツにおいては、ラリー競技での活動が知られる。テストドライバーの大関のりゆきや高岡幸夫を中心とする社内活動として、1973年、昭和48年より、オーストラリアのサザンクロスラリ、1980年、昭和55年より、 ケニアのサファリラリーに挑戦し、ボクサープラス 4WD というアイデンティティを示した。当時の主体は、群馬の研究実験部だったが、1988年、昭和63年に、久瀬隆一郎を代表とする、モータースポーツ関連の子会社、スバルテクニカインターナショナル STI を設立する。1989年、平成元年に、レガシーを発表すると、 イギリスのプロドライブと提携し、スバルワールドラリーチーム SWRT として1990年、平成2年により世界ラリー選手権 WRC に本格参戦。1993年、平成5年より後継のインプレッサを投入し、1995年から1997年にかけてマニファクチャラーズタイトルを3連覇するなど、一時代を築いた。 ドライバー部門では、コリン・マクレイ、1995年、リチャード・バーンズ、2001年、ペター・ソルベルグ、2003年の3人のチャンピオンを、排出した。世界同時不況の影響で2008年シーズンを、最後に、WRC でのワークス活動を終了。WRC 通算47勝、レガシー1勝、インプレッサ46勝は、 国内メーカーの中では三菱をしのぎにいである。1990年、平成2年には、コローニチームを買収して、イタリアの元オリモデルニと水平対抗12機等を共同開発し、海一に参戦したが、予備予選すら通過できず、半年のみで撤退した。スポーツプロトタイプカー世界選手権、WSPC でも海一用の F12 エンジンを、アルバエアール20。 一に搭載したが、似たような結果に終わった。入門フォーミュラの FJ1600 にもエンジンを供給し、こちらは最終的にスバルのワンメイクとなった。2018年現在のスバル本社と STI のレース活動は、スーパー GT とニュルブルクリンク24時間の二つが行われている。また STI は関わってはいないが、スバルディーラーの全日本ラリー選手権。 米国スバルの英国トップランの TCR、チーム BMR と英国スバルの BTCC など各地で活動が行われている。オードを積極的に自動車の運動性能、操縦性の向上に利用する取り組みでは1990年からイギリスプロドライブ車との WRC への参戦でエンジン性能向上技術や2004年まで前、 センターデフのフルアクティブ化をはじめとする膨大な技術的データ蓄積が得られているものと思われる。WRC3 専用ベース車両であるインプレッサの市販型では WRC からの直接のフィードバックはないものの1994年に登場した DCCD ドライバーズコントロールセンターデフ制御に2002年4輪の車輪速センサー 横 G センサー、スロットルセンサーなどから4輪のグリップバランスを把握して、最適な前後駆動トルクを自動的に配分する DCCD オートモードを装備。2004年には新たに、レー度センサーを加え、さらに前後 LSD との協調制御により、操縦感覚の良さと速さを両立している。正規ディーラーのスバル店、全国46社、内スバル出資34社。 スバル自動車、旧来から用いられ、直営、独立系いずれにも使われる。例、青森スバル自動車、静岡スバル自動車、熊本スバル自動車などまたはスバル、1990年代後半からの反射再編による合併時に用いられ始めている。主に直営反射、一部独立系も。例、北海道スバル、函館スバル自動車、室戸間スバル自動車。 札幌スバル自動車、東京スバル、中央スバル自動車、東京スバル自動車、福岡スバル、福岡スバル自動車、北九州スバル自動車など、の他に、サブディーラー、個人経営店舗のスバルショップ、九章、スバルスコープ店があり、また一部の JA やイスズ自動車のディーラーでも、取り扱っている例もある。一部販売会社では資金に、スバルディーラーとは別店舗で輸入車、ポルシェ車。 東京スバル、福岡スバル、岐阜スバルなども取り扱っている。1988年に、ボルボ、1998年に、ポルシェ、2003年にはサーブとそれぞれ販売提携を結び、一部のスバル販売店で取り扱っていた。しかし、サーブは2005年に、ボルボは2006年に販売から撤退した。また、前述の直営反社を地域別に統括会社を、 設置し、その他の反社をその参加にする形で、反社統合が実施され、直接出資34社のうち、地域別に6の統括会社と4の単独反社、北海道、東京、神奈川、千葉については現状を維持し、それ以外の会社を統括会社の子会社化し、事業会社として間接部門を統合し、経営のスリム化を図り、かつ販売、整備網の維持のため、 基本的には、反射合併は行わず、現状の体制は継続される。2008年10月1日に、奈良を除く近畿地区と九州沖縄地区での、統括会社化と、長野県内の直営2社の合併。2009年4月1日に、東北、甲信越、北陸、東海、中国、四国の4地区において、統括会社化が実施され、新経営体制に完全移行した。 現在、富士中工業出資10社、統括し、会社23社、独立11社、全44社。スバルは、プレアデス聖団の日本名、スバル、プレアデス聖団名称、神話に由来する。日本では、古くから六連星、むつら帽子とも言われ、奈良時代の古事記や日本書紀、平安時代の枕の創始にも記述を確認できる古語である。 この名称が最初に現れたのは、試作コードネーム P-1 こと、スバル1500であった。試作された車両は販売され、支柱を走ったとされるが、量産、市販は中止。富士重工業初代社長、北健二の命名で、富士重工業が旧中島飛行機系護車を九州合併するという形で誕生したことから、この6車を、とス滑るイコール。 統合するとの意思が込められている。P-1 に続いて設計された、点灯中の愛称でも知られる大ヒット車スバル360により、スバルの名は広く知られることとなった。コーポレートアイデンティティとしても使われているエンブレムの6連星マークも360が起源である。車内募集案をもとに、同社の基本デザインを担当した。 社外工業デザイナーの佐々木達造でを加えたもので、イゴランド化のデザイン変更が行われ、途中で実際の星座の配列を無視した形となりながらも、星6、第1、正5の基本モチーフは継承され現在に至っている。富士重工業の代名詞として、スバルの名が定着したことから、一時期、 スバル株式会社への社名変更を計画したが、創業50周年の2003年7月15日を、もって、従来の社名のカタカナ書きの頭文字に由来する、フマークの車掌を、自動車、ブランドスバルと同じ、6連製に変更するにとどまった。しかし2017年4月1日に、株式会社スバルへ、社名変更することとなった。 プレアデス聖団の語源となったプレアデスは、ギリシャ神話の神である、巨人アトラースと、聖女プレイオネートの間に生まれた七姉妹と言われ、長女から順に、マイア、エレクトラ、タイユゲテイアルキオネー、ケライノー、アステロペー、メロペイと呼ばれている。このうち、マイアは、スバル四百五十のタイ北米用の輸出名、及び三代メレオーネのスバル発売三十周年。 記念特別使用者として、アステロペは1987年に、スウェーデンのボルボ社と共同開発したヒカリバスのボルボ、アステロペと2004年にスバルカスタマイズ工房が、東京オートサロンへ出品した、レガシー B4 アステロペとして、エーレクトラーは1994年から STI が発売を始めた、アミホイールの商品名と2000年に発売された、 インプレスサイズ 201STI バージョンのパイロットモデル名、エレクトラ1、エレクトラ1として、ケライノーは1977年、ケレーノとして、北米向けに発売したスノーモービルの製品名として、アルキオネーは、英語読みのアルシオーネーで1985年発売のアルシオーネと、1991年発売のアルシオーネー SVX として、 メロペは2009年にスバル用品が販売した天体望遠鏡スバルメロペ 80A に使われている。残りのターユゲテイは現在までのところ富士重工業製品に使用されていない。一部で谷村新司のヒット曲スバルについてもともとはこの会社のイメージソングであったとされるがこれは正しくない。富士重工業を意識して制作された。 歌謡曲は、実際には、我が人生は、スバルなり、作詞作曲、石坂正を、歌、美穂さゆみである。作曲家の石坂正を自身が熱烈なスバルファンであり、気まじめで人情味あるスバルの姿を歌い上げたものと、公言している。原作は、我が人生は、スバルなりであったが、発売時には、商品イメージを消すために、あえて漢字の、スバルを当てている。なお、 スバルの中国語表記は、台湾、中国本土、香港の順に、イエール、式、海遊産 s i 6韓国語表記は、文化観光部2000年式、セウバル、マッキューミコール、ライシャワー式、スバーである。日本全国で、スポット CM を流している。民放 BS 放送での単独スポンサーの番組においては、 2012年10月現在時点で4番組あるが、スポンサー名と読みについては、となっている。また、マイストーリー以外の BS 単独スポンサー番組と、ドラマチックシネマは、YouTube にて番組本編を配信するほか、ドラマチックシネマ、二人同恋するドライブは、それぞれの番組フェイスブックページも開設していて、ソーシャルメディアにも力を入れている。放送した過去のテレビ CM は、 スバルの公式サイト内にあるチャンネルスバル外部リンクを参考にて配信している稀であるがスバルオンチューブにもテレビ CM を配信することもある。なお、テレビ CM 冒頭に流れるサウンドロゴは現在30秒版のみになっている。一部は除く、以前は15秒版も存在したがコンフィデンスインモーションは省かれている。また金曜ロードショー日本テレビ系では 前半枠に番組枠向けのドラマ仕立て CM、You ト r リ Story with あなたと車の物語2分を提供している。放送後、同社 HP で限定公開している。なお、2017年10月27日に発覚した同社の不祥事により、同日から年内いっぱいまでスポット CM 及び各番組提供を自粛、AC ジャパンや 次局の番宣などの CM に差し替えられたが、2018年1月1日より CM 番組提供ともに再開された。2018年11月上旬に再び同社の不祥事が発覚し、同月中旬の一定期間 CM 放送を自粛した。4月から提供している日曜劇場 TBS 系などでは CM は差し替えたもののクレジットは通常通り表された。 スバルの陸上競技部は、スバルの製造拠点である群馬製作所内にある、事業所のある群馬県大田市が全日本実業団、対抗駅伝競争大会、ニューイヤー駅伝のコースに含まれていることもあり、同大会への出場と、地域社会の活性化への貢献を目的として1998年6月に、創部された。小差し通監督以下、 地元出身の阿久津刑事をはじめとする12名の部員で構成される。当初は旧社名の富士中工業で出場していたが、社名変更を待たずに、スバル陸上競技部に故障を変更した。部の主たる活動目標でもあるニューイヤー駅伝では2001年の第45回大会に初出を果たし、以後12年連続出場を続けており、地元チームとして 沿道での声援も大きい。また2013年度は第6位に入賞し、好調なスタートを切る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。